上げてください。もう一回。とか鉢にね、土を入れて育てると思うんですが、だと思います。そこにイチゴの栄養が、これもこれもめっちゃいい。ちょっと話聞いて。こと考えて植えた。ここではどのようにイチゴを作ってるんですか。ここではこのようにチューブの中を水が通った水耕栽培という方法でイチゴの栽培をしています。第12月の中旬頃に収穫できるようになります。たくさんの人とかを撮影したりして、いろんな表情とかを撮れたのが楽しかったです。編集作業で、難しかったけど、うまくできていたのがすごいなと思いました。今日取材に、サラダファームに行った時に、ああいういろんな人と触れ合いを持って、で自分で取材をしたのを編集するのが面白いと思いました。聞けて、自分も知ることができたし、周りの人も知ることができたと思うので、よかったなと思いました。人に喜んでもらったりすることは、自分も嬉しくない、喜ぶことができるのでいいなと思いました。なんて